皆様こんにちは。公益社団法人東京共同住宅協会の谷崎と申します。当初私がいただいていたテーマ、土地活用は相続対策になぜ効果的なのかというタイトルをいただいてました。ところがうっかりですね、私その前の、戸田さんのリフォームと原状回復の基本編の話と混同してしまってですね、戸田さんと同じテーマでテキストを作ってしまいましたので、まずそちらの方でですね、ご案内をさせていただいて、土地活用と相続対策のお話は2月にさせていただければと思います。誠に申し訳ありません。で、今日お話しするのはですね、タイトル的にですね、リフォーム修繕、原状回復編、その2という形にさせていただきます。あるある事例を紹介ということになります。で、3つの失敗事例、成功事例を交えながらのお話になります。で、リフォームとか修繕となるとですね、失敗事例の方が多いと思います。それはですね、リフォーム修繕産業、その業界はですね、やはりクレーム産業と言われてます。それだけですね、ミスも多いし、その行き違いも多いし、いろんなトラブルがあります。ですからやはり失敗事例って多いんですね。で、私自身もですね、実は24歳ぐらいからワンルームマンションを買い始めて、で、当初自分のお部屋のために買ったんですけれども、それを人に貸すようになったりとか、それで増やしていったりして、で、一時はですね、やはり自分の、サラリーの収入よりも賃貸収入が多い時期もありました。で、その後少しですね、忙しくなってきて賃貸経営から撤収するという形で、ワンルームマンションはどんどん売っていったりとか、そういうふうに減らしてはおります。ただその過程の中でですね、若気の至りというかですね、リフォームなんかもですね、例えばワンルームマンション、こんなの自分で直しちゃえっていうことで、例えば入居者が退去した後に押し入れがある、ちょっと古臭い押し入れだからこれ取っちゃう、その方がお部屋が広くなるというところでですね、自分でその押し入れを壊す、そういったことをやったことあります。で、リフォーム屋さんに頼むと高くつくっていう、そういう発想でですね、まだ25、6歳だったと思います。で、その時はですね、どういうことをしたかというと、まずはですね、押し入れのものをどん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 剥がしたりとか壊したりしていくんですね。で、ブロックが積んであってですね、それでしっかりと補強されてました。そうするとそのブロックをですね、壊すっていう作業があります。でも仕事しながらなので、日曜日とか土曜日とか休みの日にですね、壊すんですね。でも壊すのはですね、そういう壊すための機械を持ってるわけではありません。ですからもう最初はですね、足で蹴飛ばしたりとか叩いたりとかで、それでですね、ガン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 やってました。そうすると、上の階、下の階、隣の階からですね、うるさいってきましたね。ああ、そりゃそうだよなってことで、本当にもう謝ってですね、それで壊し方もそうですね、バンバン壊すんじゃなくて、ぎゅうぎゅう壊す。でも、とうとうですね、これ以上やったらまた迷惑かけちゃうっていうところで、半分まで壊して中断です。その後忙しいからそのままです。で、とうとうですね、もうこれはしょうがないと。やはりリフォーム会社に頼むしかないなというところでですね、結局自分がもうできないっていうところでですね、1ヶ月後に見てもらいました。で、リフォーム屋さんですね、もう半分苦笑いしながらですね、自分でここまでやったんですねっていうふうに言われました。でもはっきりと言われました。ここまで谷崎さんが壊したからといっても、その分安くなるってことはないんですよ。半分残ってるし、いろんな柄も出るし、そういったところではですね、申し訳ありませんけれども、通常の費用がそのままかかるということはご認識くださいというふうに言われました。もちろんですって話になりました。でも結果的にはですね、私の壊し方が悪かったのか、天井の方も歪んでしまったり、床の方が傷ついてしまったり、壁の方もクロスが破れてしまったり、結果的に高くつきました。これはもう私の過去にやった失敗事例の一つですね。あとは成功事例ってまでではないんですけれども、やはり賃貸経営やってて、区分所有が多かったんですけれども、やはりしっかりとしたリフォームをするということはですね、プラスになったなという事例ありましたね。売ろうと思った時、入居者が退去した時に、また貸そうか売ろうか迷ったんです。でもやっぱり売ろう、売るんだ、どうせ売るんだから入居者退去した後のお部屋もそのままでいいやって一瞬は思いました。でもやっぱりですね、きれいにした方が、そのお部屋を見に来た人がやはりモチベーションも上がるし、印象もいいだろうということでですね、当初一銭もお金かけないで売ろうと思ったんですけれども、確かですね、50万ほどお金かけました。
で、見栄えが良くなるようにっていうところで、例えば汚れてるクロスのところであったりとかですね、ちょっとこう修繕した方がいいようなところをこう手を入れました。で、予想通りですね、当初ですね、3300万ぐらいで売れればいいなっていったマンションが、結果的にあの時はですね、3700万で売れました。まあ、50万投資したけれども、その分思い通りの金額で売れたというところにもつながりましたので、まあ、結果的にはですね、車を売る時だって同じですよね。ピカピカな状態でディーラーに持っていったらですね、値段少し上がるんです。それと同じで、やはり不動産収益物件でもいいです。エントランスをちょっと手を入れてあげるとか、ちょっとこうきれいにする、それによってですね、もう評価が上がりますので、そういったところも一つのリフォーム修繕の事例になるのかなというふうに思います。では早速本題に入らせていただきます。リフォーム修繕原状回復3つの成功失敗事例ということでですね、まず1番目、あえてお金をかけない方法を選び、建て替えまでのプロセスに成功した事例です。で、あえてお金をかけないっていうのはですね、こちらの物件築45年で10世帯あります。で、そのうちで空いてるお部屋が4室なんですね。で、まあ通常ですね、その空いてるお部屋をやはりこうリフォームもしくはリノベーションする、迷いますよね。まあどこまでやるのか。ただ他のお部屋がですね、普通借家契約でまだ6室入ってたんです。とするとですね、まあ、建て替えをしようっていう時にですね、まあ、無理やりこれをそのまま残りの6室をこう立ち退きするっていう方法もあります。ただ立ち退き料の問題があるんですね。やはり旧借地借家法で入っている普通借家契約の方々に大家さんの事情で引っ越しをお願いします、移転してください、まあ大体私の経験だと半分ぐらいはですね、分かりましたとか、せめて引っ越したいわっていうぐらいで済むと思います。ただやはりですね、2件3件必ず出てきます。居座ったりとかですね、それなりの金銭要求したりとか、場合によってはですね、たった1件でもですね、裁判ということだってありえます。まあ、そういったところでですね、立ち退き交渉というのは結構ストレスもたまるし、お金もかかります、時間もかかります。まあ、そういったところの中で、もし建て替えをするときにどうするのか、で、まあ、やはり何年後に建て替えするのか、直ちに建て替えするのかという、そういったメニューもありますけれども、今回のケースは入居中の平均賃料5万8000円なんですけれども、これをまあある程度賃料下げてもいただきながら、入居者さんをこう定期借家でこう入居させて、で、その上でですね、回しながら時間をかけてクリーニングしてっていう、そういったメニューを選びました。で、簡易修繕、どうしてもですね、空室4室やっぱり25万ぐらいかかりました。ただリノベーションをやったらですね、100万200万かかります。でもそこを最低限の修繕、まあ、人に貸すに足りうるだけの修繕はするという形ですね。プラス定期借家にすることによって、5万以上だった家賃がやはり1万円ぐらい下がります。4万5000円になりました。で、5年かけて他の入居者はですね、退去のためにたびに定期借家にスイッチしていく、クリーニングしていくという形です。で、やはりですね、まあ、25万円しかちょっと修繕費かけられないとなると、やはり古さはこう否めないし、取り壊そうと思ってた物件ですからなおさらですよね。ですからもうこれは残念なお部屋、その状態はもう賃料を安くしてカバーすると、そういったところで4万5000円であれば、相場よりも結構良心的、かなり良心的っていうところの中で、定期借家でもすぐに埋まったという事例になります。で、5年かけてですね、先ほどの残りのお部屋が全部定期借家に変わっていったという形になります。で、まあ、そこはですね、立ち退き料不要です。定期借家契約は更新という概念がありません。必ず終わりが来るという形になります。で、8室はですね、そういう形でこうしのげるんですけれども、5年経ってもですね、長くいる人ってどうしてもいるんですね。今回のケースの場合は、2部屋はどうしても残ってしまった、普通借家で。で、やはり交渉するということになりました。でも割とスムーズにいきましたね。大体2ヶ月で立ち退き交渉まとまりました。で、引っ越し代1部屋は30万、1部屋は70万円、合計で100万円で済んだんです。で、期間も2ヶ月というところで、やはりですね、5年かけたというところにそれだけの意味があったと思います。で、効果、どんなことがあったかというと、まず立ち退きのストレス、それと経費、これが削減できた。それと期間中に十分な建て替え計画ができた。
もういろんなですね、こう入居者ニーズであったりとか、最新の設備であったりとか、デザインであったりとか、オーナーさんもですね、いろいろ考える時間がありました。それと5年の建て替え期間中も、まあ、定期借家です。その賃料、まあ、2割アップ、ダウンしたとしてもですね、マンスで回せたっていうところでですね、まあ、十分な収益を上げることができました。それと他の入居者にですね、まあ、やはり定期借家であるかどうかなんて他の入居者知る由もありませんので、ということはもう立ち退きをしているという様子を見せるという形にならないんですね。まあ、そういったところでは建て替え計画を悟られることなく定期借家への切り替えもこうチャレンジできたというところでですね、まあ、いい形で回っていった。まあ、この事例はですね、もうリフォームにお金をかければいいということではなくて、将来計画を見据えて修繕リフォームをこれは最低限に抑えながらも、まあ、賃料で調整していくといういい事例だったと思います。で、2番目、こちらはですね、リノベーションにチャレンジしたが、さまざまな業者さんに声をかけすぎて分からなくなってしまった事例。これは失敗事例ですね。で、この物件は築50年20世帯で、空室は3室ありました。で、その空いてるお部屋の他にですね、全部埋まってはいたんですけれども、他の17室、これは普通借家契約です。で、入居中の平均賃料は10万3000円、都内人気エリアというところでですね、まあある面ではですね、築50年であっても善戦はしてるなという形ではあります。まあ人気エリアということがあったんですね。ただ人気エリアではあったんですけれども、老朽化の進行というところでですね、やはりこういい場所で、それでそれなりの人たちがせっかく入ってくれるのに、建物のエントランスとか共用部分見てがっかり、お部屋の中見ておがっかりという形です。で、人気エリアというところに甘えてきたというところもあったのかなという気がします。で、ただ老朽化の進行でいよいよ大規模修繕が必要になった。あそこが壊れたらここが壊れる。もう排水管はいつも壊れたり漏れたりする。まあ、そういったいろんな事象が起きました。で、建て替えも視野に入れるということもあったんですけれども、やはりですね、オーナーさん、その建て替えるといっても大事業になるんですね。それなりの大きさの建物だったので、解体費用もある。解体している間は家賃が入ってこない。で、まあやはり大丈夫かな、生活設計大丈夫かな、いろいろこう心配事があって、そういう、まあ、考えることを延ばし延ばし、まあ、今日できることは今日やろうじゃなくて、明日できることは明日でいいやっていうような、そういった発想で、それが来年になり、また翌年になり、またそういう形の繰り返しで、どん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 月が経っていった。で、その間にオーナーさんも、まあ、動いたんですね。ただ相談する相手が多すぎたと思います。管理会社さん、それと友人知人の紹介、飛び込みの業者さん、ライオンズだったかロータリークラブのこの知り合いからも紹介を受けたって言ってましたね。それから昔からの出入りのリフォーム業者さん、それと飛び込みでやってきた建設会社さん、もうさまざまな会社さん10社以上、見積もりのプランで、これですね、リフォームとかリノベーションのこう素敵なプランもありましたけれども、建て替えのプランもあったりとか、それもこう簡単なこう事業収支であったりとか、平面プランだけであったりとか、パースがあって、すごい素晴らしい資料もあったりしました。でもそれがもう段ボールいっぱいなんです。何が何だかわからない。私も見せていただいたんですけれども、これ全部見る気にならなかったです。で、打ち合わせの積み重ねでオーナーさん自身も疲弊してました。で、多くの業者さんが競合が多いことを察知して辞退されたりとかで、それ分かればですね、まあ、分かってしまうんですよね。で、適当な見積もりも散見されました。で、オーナーさん自身もですね、嫌気がさして途中で中断したんです。で、しばらくそのまんま、まあ、放置して、で、1年後に再びまたその何点かちょっと気になってた業者さんに声をかけ始めた。でも乗ってくれる業者さんほとんどいなかったみたいですね。まあ大体ですね、もうやれやれって感じです。まあ次の担当者であっても、もうその前の担当者から「オーナーさんやらないよ」とか、「もうあちこちに声かけてるからね、一生懸命やったって無駄だよ」、まあそんな形です。で、管理会社さんもですね、紹介先にご迷惑がかかるか、まあ、結局大事にしてるリフォーム会社さんといい関係保ってるわけですよ。で、うちのオーナーだからよろしくお願いしますってご案内したけれども、そのリフォーム会社はもう散々振り回されました。じゃあお宅の管理会社から紹介を受けても、あんまり一生懸命やった意味がないっていうことで、信頼関係まで損ねちゃう、そんなこともありえますので、まあ、やはり今回のケースは、
もう紹介自体を遠慮されたという形になったようです。まあ、結果的にはですね、そのオーナーさんどうなったかというと、今現在も何もできていない状態で、この間連絡ありました。雨漏りしたっていう電話ですね。でも、もうどうするかっていうところについて方針立てられないとダメなんですよね。まあ、その辺でですね、私も結構口を酸っぱくご説明もしましたし、方針を立てましょう、まあ、きちんと整理しましょう。で、やるからにはもうある程度納期を決めて、その中で決断していきましょう。まあ、そういったところが大事になってくるのかなというふうに思います。3つ目の事例、コンサルタントを入れた賃貸経営の総合診断、これを行った上でリノベーションに実行する。それで賃料アップ、満室に成功した事例になります。で、こちらのオーナーさん、もともと自主管理だったんですね。で、非常に器用な方で何でも自分でできます。で、器用っていうのはどういうことが器用かというとですね、まず、まあ、お話が上手ですね。ですから、こうリフォーム屋さんであっても、まあ、もう私自身もその人と話して楽しいです。まあ、そういったところで非常にですね、人間力もあるし、ホスピタリティもあるし、まあ、そういった方ではあるんですけれども、まあ、築年数も30年経ってきて、で、しかも物件の規模としてはですね、まあ、リンクス向け、まあ、若干小型ファミリー向けの物件ではありましたけれども、40世帯で、空室も2室しかないというところでですね、まあ、普通借家契約ではあるんですけれども、まあ、非常にこうしっかりと回っている。で、物件もなかなかまあ、手を入れているという物件だったんですね。で、入居中の平均時給も14万で、周りの新築がだいたい14万5千円ぐらいからほんの少し安いかな。築30年で全盛なんです。で、都内人気のエリアということもありますけれども、まあ、徒歩12分がちょっと、まあ、ハンデかなと、そんな状況でした。で、オーナー様自身も先ほどお話したように、経営はうまくいっているという自負がありました。ただ、ちょっとやっぱり健康に不安があった。で、75歳というところでですね、まあ、今でも、まあ、元気はつらつっていうところの雰囲気ではあったんですけれども、その時はですね、ただ、まあ、やはり何があるかわからないからっていうところでですね、で、次の世代に長男と次男がいらっしゃった。ただ、その方は公務員と IT 関係の役員というところでですね、お忙しい。まあ、非常に家族関係も良かったんです。ただ、ごめんね、忙しくてとても手が回らないよっていう、そういう状況。ただ、そういった状況の中で、いつかは自分はリタイアするかもしれない、次の世代に引き継ぐかもしれない、そういったことを考えた時に、そのオーナーさん全部自分でできるんだけれども、あえて PM 会社、プロパティマネジメントをやる管理会社に頼んだと。まあ、その分管理料かかるんだけれども、そういったところでリフォーム履歴であったりとか、いろんなものを全部マネジメントしてもらえる。それと、オーナーさんはその管理会社に私の経営方針について理解をしてください、こういうテイストで私は経営していく、こういうビジョンで経営していく、そういったところを PM 担当と何度もやり取りしながら、次はですね、一人でやってたものを管理会社と手を携えて、それで管理をやっていくという形になりました。で、そういった形で事業継承を念頭に入れながら PM 会社と、まあ、管理を行って、で、月に1回の定例会議も行う。で、時々息子さんたちにも顔を出してもらう。まあ、そういったところでですね、それをこう少しずつ積み重ねするとですね、次の世代の方もですね、その物件に対して関心と愛着、これを持つようになります。まあ、そういったところでですね、まあ、本人何か、思うところがあったんでしょうね。ご本人そういったことを始めてから2年後にぽっくりと亡くなってしまいました。非常に惜しい方亡くしたなと思います。でも、残念だったんですけれども、次の世代の方もですね、もうある程度のこう、助走段階からこう、もう、離陸するところまで行きましたので、まあ、次の世代にもスムーズに管理会社さんも、まあ、やっぱりこう、初めましてじゃないっていうところでですね、スムーズにバトンタッチできたという、そういった事例になります。まあ、次の世代の方もその PM 会社に力を借りながら、イノベーションにチャレンジをしたりとか、まあ、その際に、まあ、やはり頭のいい方たちなので、まあ、次の世代の方々と PM の会社とそういう数字をこうシミュレーションしたりとか、いろんなところでこう議論を戦わせて、それで比較表を作ったりしながらリノベーションをやったりとか、まあ、いろんな手を打ってると
という形で、これは成功した事例かなというふうに思います。4番目、親戚の設計士に大規模修繕を依頼。リフォーム会社のミスや設計のミスなど、もういろいろ重なったんですね。最初に冒頭でお話ししましたように、リフォームはこの業界はですね、建築もそうなんですけれども、クレーム産業です。トラブルが多いです。で、やはり、こういうことがありました。ミス。で、それがミスなのか、ミスじゃないのか、怠慢なのか、それとも仕方がないのかっていうところもですね、微妙なんですね。で、結果的にはですね、そういったものが重なって、そのオーナーさんと設計事務所と施工会社、この3社が険悪になったという事例です。で、リフォーム会社がもう実は工事の途中で撤退してます。ありえないんですね。ただこれは多分経営の悪化もあるのかなというふうに思いました。で、設計士と施工会社とのこのバトルもすごかったんですね。撤退した時に足はそのままで撤退したっていうところもですね、これどうなるのかっていう問題もありました。で、設計士の施工会社に対する態度、これはかなり尊大でですね、上から目線でですね、自分のミスは棚に上げて相手を非難するというところもすごく見受けられました。それ問題だったなと思います。あと施工会社もですね、そもそも自分たちもこういろんな落ち度があったということは認めている。ただそこまでのミスかどうか、そこまで言われなきゃならないのか、相当弱ったり困ったりをした。ただ設計事務所も落ち度もいくつかあった。で、そこを設計事務所はもう、親戚ということもあってですね、もうやはり全部施工会社のミスにこう転嫁したっていうこともあります。そういったところでですね、結果的にはもう施工会社も開き直って、もう怒った社長さんがですね、破れかぶれの撤退ですよ。もうどうにでもなれって。もう相当こう、もう、間に、その間に何社かこう、仲裁に入ろうとした方もいるんですけれども、もう、施工会社の態度がもう硬化してしまって、取り付く島もないという状態だったみたいです。で、結果的に工事は1年も中断。で、入居者さんも足場ついたまま、リフォームいつまでももう終わらない。で、退去につながってしまったという。で、親戚だからっていう、そういう遠慮もあったみたいですね。そのオーナーさんも。で、設計士の方に対しても、私が聞く分にはですね、もう恨みすらみというかですね、ただ、やはり親戚だからっていうので言えないでいたっていうのもあってですね、不満がたまりにたまって、とうとう爆発して、で、オーナーさんとその親戚の設計士とも、もう関係悪化して、もう疎遠になってます。ある面では絶好状態ですよね。そういったことがなければ、親戚関係は普通にすがなくできたんです。そういった事例です。ですから、そういった、もしも利害が対立したときに、困らない相手というと語弊あるかもしれませんけれども、やはりフェアな関係でこう物の言える相手に、仕事を頼んだ方がいいのかなというふうに思います。で、とうとうもう口も利かない関係になってしまって、それと足場の取り扱いなど、いろいろ問題もありました。で、施工会社と話し合いをこう、まずはもう、まるでですね、もう氷の中にもう、閉ざしてしまったような、そういった状態の会社にもうまずはこう縁を作って、それでこうやはり切り口はいくつかありますので、その中でこう切り開いていって話ができるようになって、やっぱりこれはもう示談です。撤退するから代わりに、ある程度のところについては金銭保証をする。向こうもある程度納得できることと納得できないところを冷静に話し合って、結果的にはですね、撤退していただいて、新たな施工会社にやり直してもらいました。で、仕上げてもらったということですね。でも、それで損失が1000万です。で、入居者の退去とかですね、精神的なストレスとか、いろんなことを考えたら大損害ですよね。そういった事例が一つあります。で、5番目、室内の原状回復。当初35万円で原状回復しようと思ったオーナーさん。これ、老朽化を考えてですね、いろいろこう入居者ニーズとかいろんなことを考えたんでしょうね。勉強も一生懸命熱心にされた方です。で、結果的に250万円のリノベーションにチャレンジした。もう5倍以上お金かけたんですね。で、築40年8世帯で、空室は2室、
で、定期借家契約に結構してたんですけれども、それが6室。で、入居中の平均賃料は7万円。で、吉祥寺のエリアです。まあ、吉祥寺広いですから、まあ、特定できないと思って、ここは場所だけちょっとお話します。駅から10分。そういった事例です。結果的にリノベーション効果はですね、賃料が1万円アップ。で、空室がすぐに埋まる効果もあります。で、10年の経緯で見ると、年間で1万円アップということは12万円。これを10年の経緯で見ると120万円違ってきます。それと修繕が当然その後減ってきます。やはりもう抜本的なものをこう直したわけですから、その後に、まあ、35万円でお茶濁して、その後ポロ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 お金かかるのと違ってきますので、その効果が80万円。それと空室期間の短縮、これ6ヶ月分ぐらいの効果があります。それだけで50万円です。まあ、そういったところでいくとですね、250万円かけるのか35万円かけるのか215万円の違いです。でもこれでいくと250万円のプラスの効果ということはやってよかったんです。まあ、トントンであったとしてもですね、何よりもですね、まあ、目先の修繕であそこが壊れたらここがっていう、そういったストレスが少ない。それと良い入居者さんに入ってもらえる。それと管理会社のモチベーションも高いです。やはりですね、やはり管理会社の方々も人間ですから、やはりこう素敵な物件の仲介ってモチベーション上がるんですね。まあ、そういったところもあります。まあ、次世代も喜ぶと思います。まあ、そういったところではですね、お金をかけてよかったねという、そういった事例になります。で、最後に6番目です。原状回復、リフォーム、リノベーションなど中途半端に継ぎはぎで、まあ、各お部屋ごとにバラバラの賃貸系、結構そういう事例多いです。で、この物件は築35年、38年で10世帯で、空室は4室も結構あったんですね。ということは入居率60%ですから、あまりよくないですね。で、入居中の平均賃料6万5千円。千葉の人気エリアにありました。まあ、単身向けではあるんですけれども、人気エリアで駅から8分というところで、6万5千円はいただけたんだけれども、それ以上いただこうと思うと、もう空室が埋まらなくなるという状態です。ですから、まあ、おそらく、まあ、空室をこう募集するとしても、6万円がやっとじゃないかなというふうに思います。で、こちら、行き当たりばったりというところでですね、賃料もバラバラです。あと、敷金、礼金、00物件もあれば、敷金1、礼金1とかですね。で、敷金2とかっていうのもありました。あと、仲介してもらう会社も、もう契約書もバラバラ。これは自主管理で多いです。もう特約がこうしっかりと入ってるのもあれば、もう契約書がもうピラピラの紙1枚っていうのもあったりとか、まあ非常にですね、契約書のスタイルが違うとですね、やはり入居者さんとオーナーさんの関係も違ってきますので、これはもう統一した方が絶対いいです。でも自主管理だとですね、例えばエイブルさんとかミニミニさんとか町場の不動産さんとかピタッとハウスさんとか、みんなバラバラのそれぞれの契約書が出来上がりますので、それぞれ個性もありますし、まあ、考え方も違いますので、契約書のスタイルも違ってきます。まあ、そういったところもですね、もう統一していった方が本当はいいんですけれども、バラバラであったと。で、そんな状態でですね、行き当たりばったりで、で、何か電話がかかってくるとネガティブな電話ばかりです。だからお家にいる家族もみんな分かってるんです。お父さん賃貸経営大変そう。でも家族も分かってるんですね。もうオンボロアパート、まあ、これを僕たちが引き継ぐんですかという形になるんですね。あなたは好きでやってるかもしれないけれども、私たちの身になったよということを奥さんに言われたりとか、まあ、非常にですね、まあ、家族も賃貸経営に対して、まあ、やはり、まあ、不動産というところでいくと、こう、まあ、実は、まあ、財産じゃないですか。ところが家族から見ると負の財産という見なされ方にされてしまったというケースです。で、実は地元の不動産会社さんからはですね、自主管理というところでお部屋ごとにあちこちにこう空いたからよろしくってやるわけですよ。ところが、これが気に入らないとか、こういうトラブルはあんたは仲介したんだから、お宅はフォローしろとか、いろいろこうトラブルもこうオーナーさん素人でやってるわけなんで、で、まあ、管理をちゃんと入れた方がいいですよって町場の不動産屋さん常々言ってたらしいんですけれども、もうお金もったいないって、仲介で十分だ、仲介したら仲介責任あるだろう、だからもう
クレーマー体質の大家さんとして地元の不動産屋さんからもう周知されてる。ああ、あの物件ね、あそこの大家さんね。そういったところでですね、いよいよの時に助けてもらえないんですね。そういったところで、一部屋だけ300万かけたお部屋もありましたね。それはおそらく管理会社なのか、不動産屋さんなのか、リフォーム会社と意気投合したのかわからないけども、もう畳だけのお部屋もあったりとか、リノベーションちゃんとしたお部屋があったりとか、もうかなり中途半端。こういったところはですね、非常に残念な状況になりまして、この後どうするんですかというところで、計画的な建て替えであったりとか、リノベーション、これがとても大事なのかなというふうに思います。以上で6つの、リフォーム原状回復事例になります。皆様、ぜひ楽しい賃貸経営に邁進していただければと思います。どうもありがとうございました。